ック全体的なお話です、うん、はい、まずいいですよ、出してもらって。はい、一部の防御バフに関してなんですけど、うん、単にねそれを実行するだけじゃなくて、例えば敵のダメージの直前に差し込むことによって、うん、よりちょっとメリットを得られたりとか、他のアビリティと重ねて、うまく使うことで効果がねさらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます、うん、なんかこれねジャストガードとかパリーとかやれてるんだけど、ね、サーバークライアント型のゲームでねさすがにそれは無謀なのであのまあすごい効果の短い、例えばですけど効果の短い追加効果があるんで、うん、なんかこう、うん、敵の栄翔の半分ぐらいでもうとりあえず打っときゃいいやだと、まあなんていうの、一応軽減 10% とかは働くんですけど、うん、その後について効果がちょっと無駄になるねみたいな感じなので、うん、そこは効果を見てうまく使ってもらえるといいなって感じです。なるほど、はい、であとですね、また効果がねそれぞれちょっと異なる自身もしくはパーティーメンバー1人に付与できる防御バフを各タンクジョブ持っているようになっているので、うん、MT、ST の場合どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS も共通なんですけど、うん、今までウェポンスキルコンボ中にですね例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むとねコンボが中断されてたんですけど、それをなくしました。素晴らしい。まあ、各アクションのそのアビリティのリキャストが60秒サイクルとかになっていくと、うん、今までのローテーションのこう1サイクルよりショートタイムターンになると思うんですよね、うん、まあ、全体がの時間がこうなんだろう、回転数が上がるって方がいいのかな、はい、それに合わせてこういうコンボが途切れなくなるので結構なんていうの、攻撃してる感覚は結構強くなってるんじゃないかなと思う、うん、まあ、例えばボス中心の、攻撃があるので一回大きく距離を取らなきゃいけないみたいな時に、うん、やっぱりちょっとコンボが途切れるのを嫌がって遠隔を使わないみたいなねところがあったと思うんですけど、あるある、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば使う局面というのもまあ出てくるだろうし、むしろねグローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、うん、まあ、そこら辺はタンクを使うプレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います、はい、さあでは、3つ目なんですけど、これもですねタンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね、はい、ちょっとカメラにしますか。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、まあ皆さんねレイドとかやっててもそのこの攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、まあ当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのはそれぞれ1つずつね、うん、存在してます、はい、これは新生14アーレルムリボーンを開発した時に、まあ、作ったものなんですけど、まあ当時ねどういう風にさらにこうバトルをアップデートしていくかっていうのがいろんな可能性が取れるようにするためにこの物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、まあ、魔法攻撃基礎計算値っていうのを、まあ、それぞれ設定してたんですね、別々に調整できるように、はい、で、こっちが魔法攻撃力だとするとこっちが物理攻撃力、魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、うん、こいつの値はちょっと高かったんですね、物理計算式のベースになってる値より。で、まあレベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、うん、でもう今後バランスをきれいに揃えていくためにこのベースに使ってた物理攻撃計算式の基礎値を魔法と同じ値まで引き上げました、うん、完全に同じ数字になるようにしました、はい、でじゃあそれをやるとどうなるかっていうと、まあ、物理攻撃が全体的に強くなるんですね、その、うんうん、計算の元に使ってる数字が上がるので、はい、掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、うん、今まで使ってたそのベースが高くなった分各アクションの威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね、うん、
バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます全部、うん、はい。なぜこの説明をこんな丁寧にね、吉田猫かわいいなみたいな、そんなつもりでやってんじゃないんだよ。あのなんでこんな丁寧にやってるかというと、このあとメディアツアーで各メディアの皆さんからスキルの多分スクリーンショットとか出ると思うんですよ。その時にあれも弱体化されてる、これも弱体化されてる、あの数字も下がった、この数字も下がった、吉田は何、近接に何か恨みでもあんのかみたいになるのを避けたいんですよ。なるほど。なんで全体の基礎計算式が上がってるんで、その分掛け算したら高くなりすぎちゃうんで、数字は全部一律下げてるんで、そこはご了承くださいねっていう、はい、という説明でした。これはまあタンクだけではなく物理攻撃を行う、例えば近接命令 DPS もそうだし、遠隔命令 DPS もそうです。同じことが起きるので、それはそれぞれの項目でもまた軽くは触れますけど、ご承知おきください。なんか俺をヨシニャンって言うのはやめろ。48歳のおじさんにそれはないだろう。あ、そうか、声だけだとね、機嫌悪いのってなるんで、確かに。まあ大丈夫です、ね、ジョークなんで、はい。じゃあ続けてた、続いてガンブレイカーいきましょう。はい、まず一つ目、サベッジクロー、ビケットタロン、いわゆるあれですね、ソイルコンボですね、うん、こちらがですね、ホットバー上でビートファングから順次置き換わるようになってるので、これ楽になるんじゃないかなと思います、ちょっと操作量なので。まあよくわかんないっていう人にとって詳しく言うと、まあ、ビートファングを使うと2段目のサベッジクローにアクションがもう自動的に置き換わるので、はい、そのまま同じアクション実行すると、サベッジクローで、3段目のビケットタロンが、発動できるようになると自動的にそれも置き換わるっていうことで、ホットバーがかなり節約できるんじゃないかな。まあその間に挟む追撃アクションはね、これまで通りコンティニュエーションからの自動置き換えなんで、うん、まあそこは継続されてます。さあ次、ファーストストライクの後にコンティニュエーションで、追撃可能になってます。うんうん。そして、動画でも出てましたね、特性によりソイルが3台、はい、あ、最大3スタックに、増加しております、うん。ラフディワイドの選択範囲もこれ他のタンクに合わせて5メートル延長されてます。おで、やっぱりこれガンブレイカーはやっぱソイルの最大スタック数の追加というのがかなり大きくて、より結構戦略的になってるかなと。そのボスのタイムラインに合わせて開幕から全部使い切っていくのか、ちょっと抑えめに始めるのかっていうところは結構ポイントかなって思ってます。はい。さてタンクはおおむね以上でございます。はい。